どうこんにちはす、えー、今週は階段からお送りする階段動画で行こうかと思っておりますということで本日月曜日ですね今週も見ていただきありがとうございますあのここまででお気づきかと思うんですが、えー、また喉をですねちょっとやらってしまいまして、まあ、病院って帰ってきたところなんですけどあ出ないんですよ声がでまあの喉の痛みとかはないんですがこんな感じなので,で今週今週とか10月11日 この投稿はもう前からちょうど10月が3分の1が終わる時期じゃないですか何度も何度も動画で言ってますけど特に受験生この10月棒に振ったら本当に後悔するというか取り戻しにくくなるんですねなので10月は何とか踏ん張ってほしい祝日がないしね今年は祝日がなかったりとかいろいろ気がめいりやすいしかももともとやる気が出にくいそうだれやすい時期なので,で何とか支えたいと思ってる で10月11日この会はですね,ね励ます励ますというか,なんか動画見てもらって喝を入れるっていうよりもちょっと応援したいっていう気持ちで撮ると決めてたんですよですけどあのといつもみたいなスタイルで声を張れないのでであればもうちょっとねあの聞き取りにくいかとは思うんですけど階段動画で 方がんかなと思ってね今回はこのスタイルで行かせていただきますで今現にたくさんの相談いただいててやっぱ多くの方が不安なんですよねで勉強はしてるね自分なりに頑張ってるつもりだけれども頑張るっていうのもそれでいいよっていう頑張りかどうかっていうのは難しいじゃないですか判断自己判断なので,で誰かとの頑張りを比べるのも難しいしそう。 だから頑張ってるんだけど、ね、頑張りが足り,足りてる気がしない、でしかもなかなか結果が出にくい時期でもあると思うので、実力テストとか、模試でなかなか、ね、成績が取れないっていうのでうこう、自分が頑張ってることの意味を見失いがちな方が多いなっていう、まあ、これは毎年そうですよ、ね、10校舎の時からそうですけど。 っていう感じがしてて、でそんなね、皆さんにちょっとメッセージを送れたらなと思って、喋っていきます。でね、まあ、一番言いたいことはですね、もうシンプルです。頑張ってますよ。はい。頑張ってます。あなたは。あなたはって言うと、まあ良くないかな。でも、ちょっとね、固有名詞、なんとかちゃんとかさ、<laughs> なんとかくんみたいな。まあ大体いいくんちゃんで呼ばないけど、普段は。そう。で言えないから、うーん、ね、名指しにはできないけれども、頑張ってんだよ。あのね、自分も、特に大学受験の時は、 夏休み明けもやっぱ苦戦しててなかなかね判定も伸びなくって現に下がってたからね9月とかそうだから死に物食いでやってるつもりなんですけど足んないのかなとかでも自分の中ではさ結構限界ぐらいまで頑張ってるつもりだったからそれでも結果が出ないともうそれ以上無理だよってでそれ以上無理だよって思うとあじゃあもう無理なんだってそれ以上頑張れないからそうってなったりとかね そういろんなことをぐるぐる考えててぐるぐる考えると人って機動力が落ちるんですよ勉強する時のなかなかこう始めらんなかったりとかで勉強机座ってみんなもシャーペンとかさボールペン持ってもいろんなこと考えちゃうでしょで考えて時間が経っちゃうんだよねそうってなっちゃって悪循環になっちゃうからさでひとまず今回伝えたかったのはそういう悩みを持ってたりとか うーんなんかどっかでモヤモヤがずっと心の中にある方っていうのは、えっと、真剣に今の状況と向き合って頑張ってる証拠です。そう、だから頑張ってんだよっていうことが一番言いたかった。<え>大丈夫、頑張れてるから。で、えっと、自分がよくね、言うことなんだけども、<laughs> 今、えっと、みんなに確認してほしいのは、例えば、昨日やった勉強とか、 一番昨日が分かりやすいかな。じゃあ、この動画ね、見てくれたのが、まあ、10月11日なのか、それ以降なのか分からないんだけれども、えー、この動画と出会ってくれた段階の前日。え前日ね、昨日さ、みんな何勉強した思い出したらん。あの問題集見ちゃダメだよ。記憶遡って。で科目出てきたかい例えば英語と数学とかさ、まあ、理科と国語とかいろんな方いると思うんだけど、じゃあそのさ、じゃあ理科と国語にしよう。理科と国語を勉強したじゃんか。 何を覚えたどういう問題で苦戦をして、例えばどういうとこでつまずいて、どういう悔しい思いをした例えばケアレスミスでさ、やっちったよって悔しいこともあるかもしんないし、もしかしたら前でやった勉強をもう一回確認でやったのに覚えてなくて悔しい思いをした方もいるかもしんない。それが出てくるかいあの、大事なことはそこがちゃんと思い出せるかどうかだと思います。というのは、 勉強っていうのは当然新しい問題とかをね、まあ、過去問とかをいっぱいやっていくのも勉強です。でも一番はそれが定着してるかどうかです。問題をこなした瞬間にレベルが上がるんじゃない。みんなのやった問題が定着した瞬間、自分の力で解けるようになった瞬間にレベルが上がるんです。だからそこを大事にしてほしい。焦ってきたり、ごめんなさいね。焦ってきたり不安な気持ちがいっぱいになってくると あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、どん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 前に進まなきゃっていう気持ちがいっぱいになっちゃうんです。それも大事です。それが原動力になって自分のこの足を前に踏み出すっていうふうになるんだけれども、でも定着してなかったら、やってるのにやってるのにレベルが上がらないっていう。後々振り返った時に、こんなに一週間死に物食いでやったのに全然定着してないじゃんってめちゃめちゃ落ち込まないそんなの。だから、 毎日自分が何をえ今日は何を勉強したのかっていうのを寝るとき布団に入ってからでいいですその時に思い出してください今日はこれやったなこれを新しくできるようになったんだってで最後に言ってあげるあよしこれだけやってよくやったな私ってよくやったよ俺って自分に言ってあげて寝るようにしてくださいこれをぜひやってください10月あと20日ぐらいかないい 今月、えっ、ー、と、今ね、この動画、この動画を見てる時点できっと何かしら不安な気持ちがあって、こう、クリックした方が多いと思います。でそういう皆さん、ね、何度も言いますけど、頑張ってるんです。い,い頑張ってる。皆さんはきっとご自身で頑張れてないんじゃないかって思う気持ちがあると思います。それはいいんです。みんなそう思ってるから、俺もそう思ってたし、俺も多分今、みんなの立場だったら思うも足んないんじゃないかなって、その気持ちは大事にしていい。だけども、ここに36歳のおっさんがね、なんかよ,くもよくわかんないけども、 俺のこと頑張ってたなって、頑張ってんだよって言ってんなっていうのは、あの、車に構えてでもいいんで受け取ってください。それは事実です。絶対頑張ってるから。何度も言いますけど、このチャンネル、まあ、他のチャンネル、勉強チャンネルでも全然いいんですけども、この、ね、エンタメがたくさんある、面白い動画がたくさんある、この YouTube で勉強しようって、自分を何か変えるきっかけをつかもうと思って、ね、このチャンネルを使ってくれてる人に、バカは一人もいないんです。頑張れてない奴なんて一人もいないから。 だからそこは、あのー、受け取ってください。じゃあ、俺の思いを、ぜひお願いします。そして、まあ、自分がやってほしいことはですね、定着してる、定着してるかどうか、毎日毎日、一日一日、何ができるようになって、どう前に進めたのかっていう部分だけは、しっかり確認して、あと、残りのね、20日間、過ごしてもらえたらと思います。あの、来週は、声ね、ちゃんと戻して、元気に、あの、喋れるようにしますので、ぜひね、また来週も。 見てもらえたら嬉しいです。ということで明日から明日からですね100名さん今週もね1週間頑張っていきましょう。そしたらまたね。